朝の7時30分頃です。羽田空港に来ています。すっぴんのみほどけピンボケがちょうどいいです。今日今から北海道に行きます。はい、朝のみほどけはピンボケがちょうどいいのでこのまま進めます。みほどけ、北海道のお寺に営業で呼んでもらいました。イエーイ。漫才フォアグランプリっていうお笑いをやりながらも僧侶であったり仏教にまつわるお仕事をしている人たちが集まる漫才と法話を掛け合わせた漫才法話グランプリっていうのにみほどけピン芸人呼んでもらいました。一人での営業遠征は、まあ、こんだけしっかりしたものは初めてですね。4月に九州行かせてもらったんですけど、それは営業というか、なんかみほどけカレーのお手伝いって感じだったんで、それよりかは今はがっつりネタをやらせてもらいに行きます。セルフ密着をすることでちょっとでも私のやってること伝わることで次にまた繋がればいいな、ピースって感じです。ただでは帰らない女、ピース。朝からかなり不審者めいてますが、北海道に行ってきます。さあ行くぞ。はい、到着しました。新千歳空港です。イエイイエイイエイ。今からですね、お迎えが、20分後ぐらいに来るので、その間に今日やるネタのちょっと中身をちょっと整理して音源とか作らせて、時間がもし余ったら北海道グルメ食べたい、なんか朝ごはん食べたい、お腹空いてる。はい、でもちょっと先にネタを準備しようと思います。アンポテトさん、はい、いただきます。お土産あっちかな。さっき来たとこめっちゃ美味しい。今日頑張ろう。飛行場まで迎えに来てくださいまして、ようやくたどり着きました。ここは北海道札幌市にある福に住むに寺とかで福十寺で、今日やるのがあれ、漫才法話。なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ、漫才法話ってなんじゃそりゃ。こちらパシャ。漫才法話グランプリは中田さんっていうお坊さんがお笑いでお寺を盛り上げたいみたいな、その熱い思い、熱い思いがあって作ったということで、みほとけも声をかけてもらいました。イエイ、ありがてー。ということで楽しんでいこうと思いますわ。みほとけによる福十寺の大紹介。こちら福十寺さん大変ですね、町の中にお寺あるお寺様で、交通量が多いお寺さんでしてね、最近このご時世でもお檀家さんは増えているそうなんです。やっぱり境内もすごく広くて、綺麗にされているのでね、人が出入りたり入ったりはすごく多いんだろうなっていうのがありますね。はい、ピットが合わないです。はい。本堂、じゃあ美穂が今日本堂なのかな、ちょっと本堂お参りしていきましょう。立派な本堂。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏合唱。出演者のこれをもらったので、はい、落ち着いて準備に取り掛かりましょう。もう本堂もでっかいし、境内も広いし、ようこそお寺へ。テレンテンテテレンテン。さあ、漫才法話グランプリ、ここが会場です。バカ広い。うわ、緊張してますが、
こんなに人が入ってきてて、はじめましての人で、しかも年齢層がかなり上っていうので、すべてが初めてです。かなり緊張してます。頑張ります。はい、楽屋です。着替えも終わって、リハも終わって、もう本番が始まっています。私ありがたいことにかなり後ろの方の出番にしていただいたので、心の準備をしているところなんですけども、結構お客さん本当に入ってて、すごい人数がいるのと、おじいちゃんおばあちゃんがめちゃめちゃ多いのと、でもちゃんと若い層もいてくださってて、なんとか用意してきたネタでそのままで挑めそうです。はい、皆さんめっちゃ向けてます。あ、石田さん、はい、YouTube 撮ってる。 YouTube? はい、北海道旅行記録画ですか？録画してます。あ、どうもこんにちは。今日の頭の髪の毛の長さは 0.01mm。 ドドンの石田です。反り上げてまいりました。お寺でのね、イベントということで、はい、もう1ミリたりとも出てちゃいけない。もう出ちゃいけない。と来てみたら浄土真宗のお坊さんなんで、みんなふっさふさで。そうですよね、ツルツル誰もいなかったですね。ツルツルいないですね、ほぼ、はい、まさかね、一緒に北海道だなんて。確かに、ね、北海道ですよ。北海道なのよ。ありがたいですね、呼ばれて。マジで嬉しいことですよ。嬉しい。緊張しますね。やっぱ上手だね。上手ですね、皆さんが。ちょっとこれはやばいな。ちょっとこれは一番やってらっしゃるじゃないですか。プレッシャーがかかるな、やっぱ。嘘つけ。みんな上手だわ。学びがあるわ。ありますね。ちょっと今学びを考えてます。学びを。学びをどれだけ入れるかを今ちょっと今頭の中で。いいです。はい、では行きます。静岡に行きます。